1ヶ月で部屋をきれいにできました。期間を決めたのはメリハリがついて良かったです。ただ売り上げは低くなりますね。まあ断捨離が目的だったので良しとします。ちなみに現在の部屋の状態はというと、断捨離は終わりがないと思っているので引き続き頑張ります。ではでは、ご視聴ありがとうございました。またね。